私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。坂本勇人の止まらない中絶トラブル批判、瀬戸大也への過去の微笑みと禁断の質問。トップアスリートは子供の夢。その後、瀬戸は20年年9月にデイリー新潮で20代の女性との不倫が報道され、以降も複数の女性問題が明るみになった。その結果、スポンサー各社から契約を解除され、競泳日本代表主将を辞退。同年10月には日本水泳連盟から年内の活動停止、同年下半期のスポーツ振興基金助成金推薦停止、教育プログラム受講などの処分が下されている。妻子持ちの不貞行為ということで大きな社会的制裁を受けた瀬戸だが、その後は努力を続け、競技に打ち込んでいる。一方で、坂本は女性問題発覚後、一切のリアクションをとっておらず、球団からお咎めなしの状態がかえって批判の対象になっている。テレビ局各局でも報道されていないことに疑問の声も大きくなるばかりだ。既婚だった瀬戸と独身の坂本では立場は違うが、どちらもトップアスリートとして子供たちに影響を与える存在だ。実際にスポーツメーカー関係者に話を聞くと、トップアスリートはユニフォームや競技用品などの広告塔となり、同じスポーツをする子供たちから憧れの存在です。実際に瀬戸選手が広告塔だった水着は多くのジュニアスイマーが購入していました。しかし、女性問題が発覚したことで広告などが出しづらい状況に、企業へ与えたダメージは少なくなかったでしょう。残念なことに、ネット界隈では坂本が女性に対し放った過激プレーを要求するワードがギャグ化され、試合中にはルーイングやヤジが飛ぶなど、消えない傷跡が残ってしまった。巨人原辰徳監督は19日の DeNA 戦、東京ドーム、後、スタメン出場の坂本を途中交代させた理由について、もう少し気が出てこないと、どういう風な精神状態でいるか、と問いかけた。また、ラリー止まない批判に、球団もいよいよ対応せざるを得なくなったのか、5年契約の途中でのトレード放出報道まで出ている。読売ジャイアンツのキャプテン坂本勇人、33、の中絶トラブルに対し、批判が日々加速している。批判止まらぬ坂本勇人、瀬戸大也との過去のやりとり。ふみはるオンライン9月10日公開によると、坂本は20代の女性と継続的に肉体関係を持ち、身体的苦痛を伴う暴力的なプレーや避妊具なしでの性行為をたびたび要求していたという。坂本さんはアフターピル代を渡していましたが、正しい避妊方法ではなかったため女性は妊娠したそうです。そのことを告げられると、本当は今すぐおろせよって、痛いおろすならおろすで早い方がええやろ、などと迫り、精神的に追い詰められた女性は自ら命を絶とうとしたこともあったようです。示談は成立しているようですが、報道後に球団や本人から何の説明もないため、バッシングが加速しています。スポーツ新聞記者。ネット上では、これまでお咎めなしの坂本に対し、水泳の瀬戸大也、28、だって活動休止したのに、と疑問を持つ声が上がっていた。そんな坂本と瀬戸は過去に交流があったようで、とあることがネットで話題になった。19年年8月に瀬戸さんが東京オリンピック日本代表に内定した、時スポーツニュース番組シポーク、フジテレビ系。で意味深な質問を投げかけていました。スタジオゲストである瀬戸さんに対し、坂本選手は VTR で祝福、その後独身時代の方が良かったと思うことがありますか、ゼロかかけるか答えづらいと思いますが、どっちですか、とにやけ顔で質問をしていました。当時の瀬戸さんは、結婚して子供が生まれてからみなぎってくるパワーが全然違います、結婚して本当に良かったと思ってますと答えてましたね。そんな坂本に対してはネット上では、坂本何聞いてんだ、独身貴族を買うか、なか、と呆れる声が上がる一方、結婚しようか悩んでるんだろうなといった憶測も上がっていた。
坂本は女性遊びが奔放で結婚に二の足を踏んできたようだが、独身であれば何をしてもいいわけでは決してない。巨人軍は常に紳士たれという言葉は坂本に届いているのだろうか。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。